はい後半戦でございますまあ後半戦はですねフィリピンでの話を聞きたいなと思っておりまして、はい、でフィリピンに、まあ、100メートルをねフィリピンのマスターズに挑戦するためにねこう練習を何ヶ月やったんでしたっけ一応あの僕が陸上始めたのが一年半ぐらい前でフィリピンマスターズアジアマスターズに出ようって決めたのは 夏なので七月ぐらいにこれじゃあもう全然多分本当に決め <laughs> 出ようって決めてもう上げて練習やったのは半年ぐらいですねああ半年ぐらいかそっかそっか、うん、なるほどねまあでもね陸上っていうかまあ走るのはやってましたもんねそう走るのはずっとアメフトをやってたでうんで、はい、練習でねそうですそうですそうそう、うん、でマスターズでフィリピンに行きますそうフィリピンってさあれだよね福岡経由か台湾経由しかないよね あ自分らはらどうどうやって行った沖縄から直香港に行って香港か行きは香港からあのそうそうフィリピン入ったけどフィリピンのマニラではなくて、うん、マニラからだいたいバスで二時間ぐらい離れたクラークっていう,うんあの都市に行きました、うん、クラークはね米軍の基地もあって<ー>そう結構アメリカ人も多いようなとこでしたねあ,あ飛行機あ香港経由もあるんだね香港でもさ遠いよな そうそう、自分も地図あんまりわかんないから、香港経由で行きます、あ、そうかわかりましたって言って、帰りは台湾経由で帰ってきたけど、そのときに飛行機の地図見たら、あ香港だとだいぶずれてない。だいぶずれてるよね、かなりずれてるよ。台湾近いじゃねえかって。台湾だったら直線だもんね、ほかに。なんならフィリピン直接行った方が早くねみたいなね。マジだと マニラだと日本から直通があるらしいけどクラークはいっぱいどっか挟まないといけなんだいや沖縄直通がないんですよ昔あったらしいんですだから福岡だから映画の義足のボクサーってやった時にみんな福岡経由して帰ってたフィリピンにああれマニラだったよね多分ねうんそうそうそうマニラ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 だからもう福岡経由しないとだめ遠いんだよ沖縄から直で帰るといんだよっつってそうだね 1>, 1時間半こっちからまた遠い、うーん確かにそう、まあ、でもね、ね、まあ、もっともっとねあの沖縄が身近になってくれたらすごく、ねうん、いいなと思っておるんですけどじゃあフィリピンで行って食はどうでした食は、ね、さっきも、ね、お話ししたんですけどうん、うん、米軍基地があるからうん、うん、結構あの、アメリカ人の人も多くて。でなので アメリカのレストラン沖縄の僕、チャタン住んでますけど、うん、もうチャタンみたいな感じで、ブレイクファーストのカフェとかがいっぱいバーってあったり、夜も、ね、韓国系のお店も結構多くて、<laughs> 今お、今多い。で、クラークの街歩いてても、もう日本語で例えば韓国,だ韓国の焼肉ってプルコギってかコリアンのハングルで書いてあって、その下にカタカナで。 そうプルコギっててあ日本語みたいに日本,いや日本語だ、カタカナだから日本語だよね、書いてあったりもしたから、マジで、それがなんでカタカナなのにって聞いたら、ちょっと、いなんのためにと思って、<laughs> うんね、だ日本人もだから、いるからかなやっぱ来るのかな、ークでも、街歩いてる時は、でもそんなにね、日本人は見なかったけど、うん、あの僕らの,そのマスターズのメンバー以外は。はいはいはい 結構アメリカ人のおじいちゃんとかが一人で歩いてる現地の人以外はねね<ー>多かかかったかなな、うん、でも、ね、なんかフィリピンは、まあ、過ごしやすいっていうか、まあ、沖縄にいてるるてはよく聞きます、うん、まあ移動的にも近いしね、うんうん、フィリピン行ったときピーチで台湾経由でしたが台湾で4時間待ちでした、めっちゃきついな、それ。トトランジットははは僕らは行った時は 香港ででも、でも2時間3時間3時間かな<ー>か香港の入国検査で何んやかに1時間半ぐらいかかってででそれ終わった後にディナー食べるってやってたら、うん、すぐ飛行機の時間になってあ<ー>帰,りあ帰りは僕もねピーチで 台湾経由でやっぱ４時間トランジットはいだったんですけどもちょっと足痛かったからあのソファーであ座ってました僕ははいなるほどね足痛い理由聞いていいあ行きますか本題にもう足痛かったからあのちょうどあの下半身がね見えないからねそうだね今ね スタジオだしあの配信の方は見れないと思うんですけど、うん、僕骨折してるんですよ、ね、こんだけいろいろ走りの話してますけどそうそう骨折してましててまフェイスブックに載っててさ嘘でしょって思ったもん、はい、あのこんだけ半年前から今日にかけて準備してきてい,あのいざレースっていう前日にこの会場に行ってあの登録してその じゃあアップも使っていいよということでアップ会場に行こうと思ったらもうやっぱフィリピンだけにねもうバナナの皮を踏ん,であの転ん,じ,ゃ転んじゃいましてでそれであ膝ね強打してコンクリートにで骨折。

出て出てってなかな行か, <laughs> かないからもう膝曲がんないですけど次の日頑張って走りました <laughs> いやもうあのぶっちゃけると滑って足折ったっていうことだろあそうあのそうです <laughs> 何でもないところで転びましてはいそうですだよねはいそしたらねでも僕すごいその時に感じたんだけどうん、うん、やっぱマスターズだから年配の方も多くてはいはいはいもちろん海外の人もねアジアマスターとか多いんだけど、うん、自分が転んだ時に、うん 結構激しく転んだわけそしたらもう結構周りがバーって他の向きに、うん、あのインドの人だったかなはい,はい,、はい。インドの6070代の方たちが何人かバーって肩貸してすぐ起き上がるしてくれて<ー>大丈夫か大丈夫かって言ってあの時に僕が思ったのは恥ずかしいっていうのがまあ一つ <laughs> <laughs> 恥ずかしいのが一つもう一個は。 やっぱりその海外の人ってこういう助けに来るのとかが早いなと思って、うん、あ,あとね、みんなスポーツマンシップっていうか、うんうん、なかなか日本だったら多分あ,んなあんなずっこけ派手にこけた外国人がいたときに <laughs>、うん、こ,のこんなにばーってみんな、こんなかなかネオン時代は来ないなっていうそういうところも、ね、経験したし僕もこのジャパンの服着てるけどいろんな方に話しかけられて。 どこどこ出身なので。ジャパンやなけどジャパンだろう。ジャパン書いてあるのに、もう全然信じてくれなくて。選手そう、選手しょう。選手を見せろとか言って。見せて、ほんまやみたいな。本当にジャパンだみたいな、はい、なって。マジで。いや、一時もっと黒かったからね。ね、あの、だからもう。インド人とか、のスリランカのね、人から見ても。 なんでどこに見えるのって言ったらメキシコじゃないかとか言ってメ,シ <laughs> メキシコあったら出れんだろうと思ってアジアマスタージだからったら <laughs> 出れねよな <laughs> はいだからっていうあののがもうっていうのとも膝痛いなっていうのが僕の競技場の思い出ですね今回のいやだって派手に転んででじゃあ次の日試合なわけじゃんはいでその足で走ったって聞きましたよ僕は、うん、そうそうそうですもう膝バンバンに腫れて膝も曲がんなくて でもこのときは折れてるって思ってなかったんでしょあーまあ、折れてても人体…うん、えやっぱアメフトやってたから、<ー>膝ざ体切れたりとかはいったので、何かしらはなってるなと分かん,ん,、うん、んないから、うんうん、だけど、何かしらなってて、今でも走れてるから、うんうん、まあ、何かしらなってても。 ね、逆に骨折であってくれと思っててうん、うん、ああなるほどね人体だったら緩みがあるからやっぱ走るときとかにも耐えられない,はい,はい、はい、あめっちゃ痛いよねずれちゃうから、うん、骨折なら気持ちでああはあはあがんってか体重かかったときには痛いけど気持ちで痛みをカバーすれば走れるからうん、うん、骨折ならいけると思ってなるほど思ってやってましたねなるほどねだからアップのときももう全然あの 痛すぎてアップできないから、もうアップも回避して、じゃあはいエントリーナンバー呼ばれて行って、で並んでスタートブロックはいあるよね、もうあそこも普通確認して走ったりするけど、あれもせず足の位置だけ合わせて一発目、テイクオーマーをね待ってたんでしょ、お山すぐ来たやっと来た、もう緊張も何もない、痛すぎるとかで。 <laughs> でもね、不思議なんですけど、うん、あそこまで行ったときに、初めて走れると思いましたね、あ本当にそれ前まではもうずっともうもう歩くのも足傷ってだめだったけど、だってさっき聞いた冷や汗かいてたっていつ、うん、でも、あっち着いたら、なんかもう、やっぱ興奮とかが、あまあまあまあ、やるっきゃないだよね、やるっきゃないって言って、横並んでるし、みんな、うんうん、でそれれで何とか走れました横並びは、他の国って誰がいました 他の人はさっきでインドとかインド台湾、あと香港もいましたね、あ,<ー>あとスリランカ、イラン、そんな感じなだったかな、あ,なね、あとあのあのホストのフィリピン、でもね、その足で走れるって、やっぱすごいよだからもうこれも,でも,もう皆さん、ね、応援してくれてる方がいるから、うん、このまま。 行きました、こつしました走りませんでしたって帰ってきたらもうアホすぎると思って <laughs> もう20秒でいいからゴールするとと思ってやりましただ,、ねうん、だけど結果ねあのよっえー、とレース中あっていうかじゃなくて全員の結果はどのぐらいだったの、うん、結果はねなんか見たら27人中17位27人とはまん まあ真ん中だけどね。十七でタイム的には。タイム十二秒三に十二秒三二早えなおい。そうだったのでなんか、まあ、まあなんとか骨折ね師匠は骨折世界記録は出てるんじゃないかって言ってくれました。はい。それでもだよね。<laughs> 目標としては何秒だった。<laughs> <秒>目標は十秒台だったんですよ。十秒。うん。今回アジアマスターズの,その僕の M 三十五っていうランクの。はいはい アアジア記録が10秒90だったんですよあと早えなそうで10秒90だったから何とか10秒89目指してそしたら勝てるだろうと思って一応練習頑張ってやってたんですよまあ、でも結果から言うとね今回1になった人が10秒81出したんですよあじゃあ記録は更新された日本,日本人の人でお<ー>10秒81すごいであのー アアジア新記録も出して金メダル取ったのでへすごいなと思ってそういう色の速い人も生で見れて刺激も、ね、あ,<ー>あれだからいった意味はあったなとは思いましたいやすごいですね、うん、1 0 0ルってほらコンマの世界だからさ、うん、もうちょっとね何かが出遅れたりちょっとしたのでもちょっとで変わっちゃう、うん、だって VAR っていうのは分かんねえないん,んだあっち サッカーで VAR っていうじゃん、顎だけで勝ってる人いるじゃん、ビデオ判定でね、本当、当顎だけでさ、いや、陸上選手、特に 100m は最後、胸出すよね、胸でね胸でいくそうみんな最後、胸張ってるんだもん、そうだよね、ギリギリの勝負だったらね、だけど、サインボルトだけは胸張らないっていう、あいつだけは。 知らないからねららないかマジででも今回の10秒8の人は全然せらずにダントツでした日本人いわゆる沖縄じゃなくて本州本州の人で彼はでもね39歳なんですよ今年あそうなんだだから僕のカテゴリー M35 っていう35から39歳の中では一番年上だけどいけるじゃんだからだから来年いけるなと思って。 来年、ね、実はワーールドマスターズがあるんですよほ<う>アジアとワールドは2年に1回ありましてはははいはい、はい来年、夏にねワールドマスターズ陸上がスウェーデンであるらしくて、えー、スウェーデン <laughs>、はい、それも遠いな、はい、でもワールドになるとやっぱレベル一気に上がるんですよやばいってヨーロッパとかアメリカからも出てくるので大体、ね、いい10秒だったら45ぐらいは出さないと。 多分メダル争いはできない優勝いくならばもう10秒3ぐらいは必要だと思います、ね、はいてか予選があるでしょ絶対も,あそうもちろん,なんかさっき言ったけどマスターズは登録すれば出れるから <laughs> 予選で切っていかないと <laughs> そこが面白いよねそうそっかまあでも俺もなん1500走ってみようかなそうで2年後は 2>,、うん、2年後のアジアはマレーシアらしいですよ あ、綺麗そうそうだ今度フィリピンの後ね2年後のアジアマスターごめんね俺の差別言ってフィリピンとマレーシアだったら全然マレーシアの方が綺麗だからさそうそうそうだからあるからまあそこだったら2年あるし自分らも40歳になってカテゴリーの M40 の中なるカテゴリーで一番若くなるからチャンスはチャンスチャンスはチャンスだねチチャャンンスは1500いいなちょっと練習してみようかなねいやねなんかねやっぱほら 怪我して、うん、で人体とかもほらアメフトの時切ったっていうじゃん、うん、サッカーの時は俺は肉離れとかも犯したんだけど、なんかね、そこからなんか、ね、全力でできるようにならなくなったんだよね、怖くて。はいはい、大丈夫練習すれば大丈夫だよ、そうだうん、力出す練習からして、うん、ちょっとフォームとかも、うん、やっぱ当時と今も違うし、やっぱ今でもコーチがつくと全然体に負担がかからない効率がいいフォームとかがやっぱりあるから。 多分それやるとハムのね太もも裏のハムの、ねうん、負担とかも全然変わるうーんあもちろん負荷が上がってくると疲労が溜まってくるのもあるけどやっぱりその全然違うと思うよ。そうな自分は高山の方う見たことないけど、うん、ホームでは全然そのテクニックとかで変わるからいやね男子ってさあの昔のさイメージがあるじゃんみんな。うん みんな俺だったらできるっていうバカがいっぱいいるからさやってないからねから俺がさ a s やってた時がみんなそうなんだよ <laughs> はいはいはい,はい,はい、はい、<laughs> の資料を作ってる時にあ俺はできるっていうやつらいっぱいいるんだよ<ー>だけどできねえみたいな s a <laughs>、はい、s <laughs> サスケの一発目から落ちるっていう人がいっぱい予選でいっぱい見てるから <laughs> いやできねえよっっ <laughs> <laughs> そうだからねでも練習してしっかりしたテクニックをやっぱ一個一個のね、うん 膝上げて下ろす腕の角度とかから細かいところからあるからやっていけば全然自己ベストも出せるよ、自分もだって陸上始めたときが,が12秒1か2ぐらいだったけど、うん、今回、骨折したときは12秒3、はい、まあ結果、タイム的には落ちてるけど、うん、でも全然ベストな状態じゃないけど最初に測った12秒1か2のときはもちろん全力で走ってのタイムだったから、うん、だから絶対タイムは速くなってる。 じゃあ一旦ちょっと腕のトレーニングやめようかな、うん、<laughs> ちょっとまだ体重を落としただけで多分何秒か早くなる今ねこう腕を太くしたくてはいはいはい <laughs> あ上半身を鍛えてるわけねそう腕を太くした長距離に必要ないんだよな <laughs> そうだねめちゃめちゃ必要ない <laughs> 確かに長距離には腕は必要ない、ね、必要ない必要ない <laughs> とりあえず腹筋だけで十分だからうん、うん、長距離はでも長距離はあれなんですよ体力 だけなんで結局、うん、だからまあ走り込みじゃないそうだ、ね、長距離は、うん、走ってなんぼなんで、うん、じゃあ、はい、CM 行きます ノうスレーズだから。それないからね。そうそうそう。めっちゃ、途中でめっちゃ心配になりました。ありがとうございます。骨折して風邪も引いたら大変なことに確かに。大事です。僕、はあの行ってないけど、風邪ひいて行ってるんで、今回の話もう一個あるんですよ。出発前日に、39度で済んでたんで。明日出発前日 寒いっすねみたいなめ <laughs> ちゃんと暑いのにみんない寒い寒いって次の日 <laughs> それで次の日やっと三十七度に落ちてきて <laughs> あ、しんじくやっとちょっと顔色良くなってきたねって言ってあ、なんとか明日レース間に合いそうですわ <laughs> って言った頃になっちゃう <laughs> それフロッとしてからじゃね <laughs> うん、だから多分ちょっと風の影響もあったのかなって もう熱なかったけど、やっぱそのね、うん、何か体力落ちているとか、なんか何かしらあったのかなーって、っね、えー、い今、それをあんまり言うとさ、うん、インフルエンザだったの、ね、に無理やり行ったんじゃないかとか、ね、うん、まあ、それだけだから、熱は はい、終盤戦でございます。今日はね、一時間、ええー、オクシのね、同級生の。で、今もいろいろと頑張ってる、息子のために頑張ってるお父さんね、やってる。新庄理一郎君、ありがとうございました。はい、本当に。ありがとうございます。でもうね、理一郎はフェイスブックでよく上げてるからさ、うん、もうね、頑張ってるのめっちゃ分かってるんですよ。あ、ありがとうございます。ね。もう、今後も陸上、目標、今後も陸上やっていきますか。そうね、今回結局。 今回できることはベストは出したんですけど、うん、やっぱり自分としてのタイムとしてのベストはやっぱり出せてない、うん、練習したものは出せてないもやもやがめっっちゃ残ってるんででしょうそうそうそうなので絶対どっかでやりたくて、うん、かそれを来年のワールドマスターズのス,スウェーデ,デンか2年後のマレーシア、うん、どっちにしようかなっていうのを今回の膝の回復具合で膝が一応ドクターを全治23か月ぐらいじゃないかって話していて。 一応2か月で最短で終われば1月ぐらいから練、ね、習、まあ、始めれるから半年以上時間あるけど、うん、なんやかんが長引いたらまず筋力とか関節を戻すところから始めて固くなってたらねそこからまた、ただいさ僕は今タイム的には世界で勝てるタイムないので、うん、ここから上げないといけないってなると結構間に合わないから無理して合わせていったら。 また今回みたいに、ドタバタで、<laughs> 実はね、スウェーデンに行ってっていうオチが見えるので。一 <laughs>、うん、ゃ、回復次第ですけど、ね、どっかでやっぱ海外にはまた挑戦したいなと思ってます。うんうん、まあね、だから目標って必要だと思ってですよ。うん、何歳になっても目標って絶対必要。ねはい、だから、僕はもう、すごい尊敬できるなと思います。その息子のためにとか。うん、ね、だって、六人だぜ。六人ですよ。はい。はい よく奥さん産んだよ。六人だよ。ようオッケーしましたね。海外ばっかり行く人、本当だよ。本当だよ。本当だよ。奥さんに感謝ですよね。ありがとうございます。だって県外の人でさ、沖縄に来てさ、大変だと思ってるよ僕。でもね、なんかそれもね、一つのなんか李一郎だなって。うん。だってアメフトのクラブを立ち上げて。はい。今どうなってるんでしたっけ？今あの僕がねあの。 沖縄で初めての社会人のアメフトのチームを立ち上げて今はこの X リーグという社会人リーグで頑張っているんですけどそれだけだとやっぱなんか普及にはつながらないなと思ってうん、うん、僕はもうチームは抜けて、うん、今、子供たちのフラグフットボールという競技普及でうん、うん、今度また沖縄フットボールアカデミーという形でこうクラブをやってるんですで実はね来月、沖縄から初めて全国大会に出るんですよ。 アメフトフラグッボールトボールが毎年12月に小学生の、うん、全国大会があるんですよ<ー>で、それで今までだからやってる人がいなかったので出てなかったんですがちょうど僕がシュービリビー行く前に2週間前に沖縄予選やってでも行くメンバー今ちょっと固めていて<ー>そのメンバーでまた練習あと1か月やってうん、うん、ちょうど12月17日、1か<ー>月後に大阪で全国大会があって。 全国でもいるんですね、全<国>すごい。そうまあ、関東、関西がもうほとんどメインではあるんですけど、一応その、その出場選手見たら、北海道と九州、あと東海の,あの代表と、あと関東、関西と、沖縄でしたねはあ、はい、でも、ねオリンピックになるっていうか、うん、ね、はい、あのー…あれは、あれ、年年そそそうそうそう28年あれサンフランシスコ、どこだっけ、ロサンゼルスだ。うん でやるオリンピックの中にね、うん、入ってなんかこれから競技人口はどんどん増えてくると思いますし、うん、まあ僕がね教えてる子は今小学生メインなので5年後もまだ高校生とかだから、うん、今回、そのいわゆる大人のオリンピック出る年齢には多分入らないと思うんだけど、はあ、でも、自分としては大人のフランクのチームを沖縄で立ち上げてうん、うん、それでオリンピック目指した今ね高校生、大学生ぐらいのアスリートの方たちで。うんうん 新しいそを挑戦したいっていう人がいたらぜひ一緒にやりたいなと思ってますマスターズもあるわけだからフラッグフットボールの作ればいいんだだよねねね、うん、世界で、ね、そうフラグだったらタックルはないから実際、米軍基地の中でもフラグフットボールのリーグがあってそ,それだと、若い、あのー、兵隊さんの若い人たちのチームもあればうん、うん、じゃなくて兵隊じゃなくてだろう技術職っていうかのしれもっと3040近い人。はいはいはい のチームもあったりするわけ、うん、まあ結構年齢も幅広くあったりもするからなるほど、ね、あれは僕はサッカーやってる子供はやったほうがいい、うん、フェイントのかけるのが絶対うまくなるそうだよね1対1の駆け引きっていうのすごい多いからそうそう,そうあれはやったほうがいい、うん、なんかね高校の時に練習させられたの 1>, <ー>1対1のほら鬼ごっこだからはいはいはい、はい、そうだね、うん、だからああいうのって、あのー、どんどんやっていったほうがいいと思うし今僕来,来年やりたいなっていうのは鬼ごっこ 1対1の鬼ごっこやりたくてもうい、もうサスケだよねどっちかというとそれでもフラグッボールの練習だね1対1でだからそういうのでまたね一緒に掛け合わせてだからスポーツっていうのをどん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 盛り上げられたらいいなと思っててやっぱパルクールとかもそうだしやっぱりね男バカだから俺ならできるっていうやつらいっぱいいるからこてんぱんにしたろうと思ってちなみに あの今調べたら沖縄フットボールフラあ沖縄フットボールアカデミーって名前でフラッグフットボールされてますかあそうですそうですなるほどそしたらフェイスブックのページをちょっとツイキャスの方に貼ってますの、ね、でお願いしますはい、はい、皆さんはいありがとうございますこれを見てね子供にねいや絶対させた方がいいんですって瞬発力が絶対上がる本当にそう,、ね、そう,そうでかつあのフットボールって結構コミュニケーションのスポーツになるので結構 会話力というか自分ら作戦作ってそれをやるっていうの結構、チェスとかにも例えられるんですか、ね、アメリカでは、うん、そういうので頭も使うから、うん、結構面白いはずあそこに行かないとこうやっぱ人を、ね、どうにか誘導するとかねそう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 いうのが形さっき言った野球みたいに一回一回止まるので。うん 戦術で1個1個、一個一個やるので、ね、そういうの面白いと思います。ね、瞬発力が上がるんだけど、えっ、ー、と、開催してる人はこけました。<laughs> そうですね。あの、まあ、僕はもう今せ、フットボール選手とは言えないですね。いや,いや、大丈夫だよ。はいはい、お父さん頑張れ。はい、<laughs> はい、皆さん、えっ、ー、と、今週一時間も、お付き合いありがとうございました。えっ、ー、と、ゲストのね、あの、新庄隆一郎さんの。えっ、ー、と、ど、なでしたっけ。アメリカン。ン沖縄フットボールアカデミー。 もえっと載せてますので、皆さんこれを見てちょっと息子やらせてあげてください。はい、ではまた来週よろしくお願いします。